白山市によりますと、山田市長は今日午前10時から市役所内で公務に臨んだ際、体調不良を訴えました。そこで市長室に戻ろうと歩いたところ、その途中で倒れ込んだということです。そのため市は救急車を呼び病院に搬送しました。搬送した際に意識はあり、現在検査をしているということですが、詳しい容体は明らかになっていません。山田市長は去年11月の白山市長選で無投票で参戦を果たしましたが、翌月には発熱で1週間休養し、その後胆管炎と診断され入院していました。また今年1月には再び入院し、先月28日の市議会開会日には提案理由の説明中に議場で倒れ、病院に運ばれていました。